さて、今日のトランスフォーマーはサイバトロンのバンブルである。さて、今日の偵察任務は終わりと、早く帰ってコンボイ司令官に報告だ。ところがである。ふんふんふん、哀れなものだバンブル。これから悲劇が起こるとも知らずにな。レーザービーク、バンブルを攻撃しろ。ああ、何かが飛んでくるぞ。ああ、あれはデストロンのレーザービークだ。よし、トランスフォーム。レーザービークめ、おいらが相手だ、覚悟しろ。おっと、くらえ。なに、また再びお前の姿を借りることになるとはな、バンブル。もうじきサイバトロンは終わる。そして我らデストロンの時代が来るのだ。くそ、レーザービークめ。その頃、サイバトロンの基地では、バンブルの帰りが遅いのが気になりますね、コンボ司令官。一体どこで道草食ってるんだか。まさかとは思いますが、デストロンに襲撃されたのかも。その可能性も大いに考えられるな。よし、サイバトロン戦士、手分けしてバンブルを捜索するんだ。あ、ちょっと待ってください。バンブルが戻ってきました。おお、バンブル。いやあ、みんな。バンブル、まったくお前さんどこに行ってたんだ。みんな心配してたんだぞ。ごめんね、帰り道にちょっとデストロンの襲撃にあってね。何、デストロンだと？それでそいつはどうなったんだ？大丈夫、オイラが撃退してきたよ。それはよかった。ところで、トランスワープキーの片割れは今どこにあるんだっけ？おいおい、バンブル、もう忘れてしまったのか？保管庫に厳重に保存してあるよ。デストロンに奪われたら大変なことになるからね。でもそれだけじゃ心配だな。もし保管庫にデストロンが潜入してきたら、一瞬でトランスワープキーは奪われてしまうよ。誰かを見張りにつかせないと。確かにそれも一理ありますね、コンボイ司令官。確かにそうだな。よし、ジョルト、見張りは君に任せるとしよう。いや、オイラがやるよ。本当かい、バンブル。お前さん一人で大丈夫か？大丈夫、オイラのスピードで返り討ちにしてやるさ。そうか。じゃあ頼むぞ、バンブル。えへへへ、任せといて。ところで、バンブルってあんなに小さかったっけ？それに色もなんか違うような。どうも嫌な予感がするな。けど、バンブルがトランスワープキーを見張ってくれるって言うから大丈夫じゃないですか。果たして本当にそうだろうか。くそ、レーザービークのやつめ、ご丁寧にトランスフォーム回路を麻痺させてくれたな。こいつはラチェットに直してもらわないと。いや、そんなことより早くみんなにオイラの偽物のことを知らせないと。そして、バカな奴らだ。何のひねりもない場所に隠しやがって。ではとっととこの基地を抜け出すとするか。あれ、司令官、バンブルが帰ってきます。なんだって、さっき帰ってきたばっかりなのに。バンブル、お前さん怪我してるじゃないか。それよりも、さっきの君は。あれはオイラの偽物だよ。デストロンのレーザービークが変装したね。やはり胸騒ぎはこれのことだったのか。すぐに保管庫へ向かうぞ。ところがである。しまった、すでに奪われてしまっていた。己、トランスワープキーが奪われてしまえば、デストロンのあの計画が始動してしまう。何としても阻止せねばならん。司令官、オイラに行かせてください。こうなったのは全部オイラの責任です。自分を責めるな、バンブル。今は奴を止めることに集中するんだ。はい。バンブル、君は怪我をしている。修理が終わるまでは戦いに行かせるわけにはいかない。そんなって、でもオイラだって。ラチェットの言う通りだ、バンブル。君は休んでいたまえ。よし、サイバトロン戦士、何としてもレーザービークを捕まえるぞ。了解。くそ、全部オイラの責任なのに、その汚名を晴らすことすらも許されないなんて。そして、よくやったぞ、レーザービーク。これであの計画を進める準備は完了だな、サウンドウェーブ。あとはあのセンチネルプライムに頼んで、俺たちの作った兵器を返してもらうまでだぜ。いや、待て、
サイバトロンどもが追ってくるぞ。サイバトロン戦士トランスフォーム。よくもトランスワープキーを奪い、そしてバンブルを傷つけてくれたな。この借りは倍にして返してやるぞ、デストロンどもめ。今さら何をほざいても無駄だコンボイ。デストロン軍団アタック、行くぜ。この大砲を受けてみろ。ぐー、次はこれだ。ぐー、一丁上がりっと。クライナー、バカめ、レッド。てめえらとは何度も戦ってきてるからな、大体の動きは予想できちまうんだよ。だがこいつは予測できなかっただろう。クランク形成、うわー、重火器だと。へっ、所詮はバカの一つ覚えでしかなかったようだな。トランスワープキーをよこせ、サウンドウェブ。ふんふんふん、バカ、ね、おのれ。こいつは渡せないが、我らと一緒に来てもらうぞコンボイ。やれレーザーウェーブ。了解、クライナー。な、コンボイ司令官。よし、ロングホール、そいつを岸まで運んでいけ。まったく俺の仕事といえば、あれを運べこれを運べだ。なんでダンプトラックに生まれてきたのか投げてくれ。コンボ司令官が奴らに連れ去られていく。よし、トランスフォームして追いかけよう。そうはさせんぞクライ。よし、デストロン軍団全員退役。しまった、もう一つのトランスワープキーが。そして再びサイバトロン基地。ねえラチェット、オイラも戦いに行かせて。トランスフォームはできないけど戦うことは。ダメだよ、これ以上ダメージがひどくなったら私の仕事も増えちゃうじゃないか。そんな、あれ、アイアンハイドたちが帰ってきたみたい。おかえり諸君。どうしたんだい、そんな暗い顔して。ていうかコンボイ司令官はどこだね。そのコンボイ司令官は奴らに連れ去られてしまったんだ。なんだって。そんな全部オイラのせいだ。オイラのせいでまさかこんなことにまでなるなんて。バンブル、悪いけど君の修理は後回しだ。まずはコンピューターでコンボイ司令官がどこに連れ去られていったのか特定しないと。頼むぜラチェット。こうしてる間にもコンボイ司令官はデストロンからどんな拷問を受けているか。分かってるよ、そうせかさんでくれ。分かったぞ、ポイント G3608 にいる。ポイント G3608、 よし。さてと、バンブル、次は君の番だ。すぐに直してあげるって。バンブルがどっかに行っちまったぞ。なんだって。おそらく自分のせいで事態が悪化してしまったと責任を感じているんだろう。だからその名誉を挽回しに行ったんだと思うぞ。でもまだ修理が。その頃、デストロンの基地では。よくやったぞお前たち、実によくやった。コンボイよ、もはやお前の部下たちが助けに来ようとしてももう遅い。計画はすでに始まろうとしているのだからな。サウンドウェーブ、センチネルに連絡を取れ。もう一つのトランスワープキーを手に入れたとな。了解しました、メガトロン様。ついにデストロン軍団にもう片方のトランスワープキーを奪われてしまい、さらにコンボイ司令官までデストロンに捕まってしまった。果たしてサイバトロン戦士たちはこの絶望的な状況を乗り切ることができるのだろうか。次回お楽しみに。ここまで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。